はい、こんにちは、クニネムです。今日はですね、前回このアストロからマフラーを取り外しましたんで、このマフラーのメンテと、あとこのマフラーを取り外すためにちょっと想定外だったんですけど、こうミッションのメンバーを外したり、まあ、1本外すだけでよかったかなと思ってたこのトーションバー、結局左右両方外さないといけなかったんで、まあ、この辺もまあ、一度やってることなんですけど、ここは、まあ、メンテナンスしていこうかなと。後ろのリアピース側ですけども、ここボルト2本折れました。で、1本は、まあ、かろうじて残ってますけど、まあ、そのうち多分、朽ち果てると思うんで、もう3本抜きまして、これスタッドになってるんですけどもね、普通のボルトナットで3箇所留めようと思います。で、あとこういう、このマフラーの弱点ですね。こういう、ジョイント部分というんですかね。まあ、こういうところを補修していきたいかなと思います。ここのボルトがやっと抜けました。これですけども、まあ、3本のうち2本は簡単に外れたんですけども、3本目がなかなか外れなくてですね、まあ、火で炙ったりいろいろしましたけども、最後この車庫マンで、抜けましたね。
で、マフラーを吊ってる釣りゴムなんですけども、これはトランスミッションについてまして、この4つで止まってます。でね、見てもらったらわかる通り、一番、これは後ろなんですけど、一番後ろがこの劣化してますね。もう穴がこう楕円になってきてると。で、前に行けば行くほど状態がいいんですね。ですからもうこれは交換した方がいいかなと思いますね。なんかわかりやすく、なんか前に行くほどだんだん良くなっていくというか、まあ、後ろに行くほどこれもね、ちょっと楕円になってます。こう形がもう変わってきてますね。でも買うのはちょっとお金がもったいないんで、後ろと前とか入れ替えようと思います。で、これでまた劣化したら次交換するというふうにしますね。で、これも若干楕円になってるんですね。こっちから見たらわからないか。なってますね。多分引っ張られてるんだと思います。まあ重いですもんね、このマフラー。はい、それではもう取れるものを全部取れましたんで、あと大まかな錆を金ブラシで取っていきます。磨きというか、ブラシで錆を落とすのが終わりました。こっちが Y パイプですね。フロントパイプ。で、この触媒の太鼓のとこはほとんどやってません。こういう感じですね。で、サイレンサーのとこですね。こういう感じになりました。で、そしたらですね、このリアピースの方はですね、シルバーの塗装を最終的にしようと思います。で、錆びてるところと錆びそうなところは、錆転換剤を塗って、シルバーを塗ると。で、一番後ろのこのテールのとこですね、これはちょっと外から見えるとこなんで、黒を塗ろうかなと思います。あんまりテール目立つの好きじゃないんで、この釣りの、このフックから後ろ、この辺からずっと出口まで黒を塗ろうかなと。で、問題こっちなんですけども、こっち色塗るか塗らんかなんですけど、どうしようかな。まあ、とりあえず錆転換剤を塗っていきます。
錆転換剤を今塗り終わりました。マフラーひっくり返してね、裏表と塗りましたけども、塗りながら、いろいろ見てたんですけど、穴らしい穴はまだ開いてないですね。錆さえしなければまだまだ使えるかなと。このシルバーのところが錆転換剤ですね。これでこっから焦ったらダメなんですよね。これでちょっと置かんと開きません。反応してくれたらいいんですけど、もうこの辺ちょっと黒くなってきてますね。この辺、これも全部一本塗りました。でね、車のエンジンに火が入りますと、当然これ熱持ちますんで、さっき言った通りね、焦げ臭い匂いが多分すると思います。錆さえ黒錆になってくれれば、もうあとは、もう安心ですんでね。これで一晩置いて、塗装をします。リアピースの方は、耐熱のシルバー、太鼓は塗りません。で、このワイパイプの方は、耐熱の黒を、塗ろうと思います。試しにね、やってみたいと思います。ご興味ある方はぜひともお付き合いをください。あと、チャンネル登録していただいている方、コメントくれている方、あと、サムズアップいただいている方、どうもありがとうございます。それでは。